皆さん、こんにちは、しばれーです。はい、ということで今回のドゥーガなんですけど、 OB でゲットいたしました。こちらの最強ライトの選手、今回では使っていきたいと思います。高橋由伸選手に当たりで使ってみた。はい、ということで今回ですね、こちらに表示されております OB でゲットしました高橋由伸選手をですね、今回リアタイ使っていきたいと思います。選手見ていきましょう。弾道アーティスト、ミート81、パワー81、走力72、ミッパンの 81A 同士でございます。で、守備はですね、一応特殊積んでおりまして、ライト適正 A80、 裏捨て補給 B、 スローイング A、 肩 B ということで最強でございます。こちらもうライトとしては最強、さらに特殊能力超アーティスト、広角打法かいチャンスということ、特殊能力鬼強、もうステータスも強い、守備もいい、特能も強いということで最強ライトの一人となっておりますので、今回ですね、まあ、チャンスの特能持ってるんですけども、1番で使いまして、もうね、打ちやすいというところですね、お届けできればなと思いますし、まあ、チャンスの特能出なくても広角打法とかね、アーティストで、まあ、だけでも出たらめちゃくちゃ強いので、もう皆さんもね、持ってるからぜひともね、エリア内使っていただきたい選手となっておりますということで、いきましょう、どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。1試合のやっていきたいと思います。高校ですね、まあ、今回ですね、先発ピッチャー田口投手ということで、この前ですね、田口投手の動画も撮ったんですけども、まあ、先発ではどうかっていうね、声があったので、まあ、ちょっと今回先発ピッチャーですね、田口を使ってみて、まあ、使えるのかしっかり見ていきたいと思います。ここで田口投手なんですけども、まあ、大会になるとね、配球変わってくるんですけども、ランク戦の時はですね、基本ね、ストレート、ツーシーム、スプリット、この3球種ね、このツーシーム、スプリット、あとストレート、こちらの3球種で押すのがいいかなと思います。で、大会のですね、配球になりますと、スラカット、スライダーとスラカット、このスライダー、高速スライダー、こちらのね、2種を使うのが、強いかなっていう感じなので、ランク戦と大会ですね、超高速フェードと高速フェードで、まあ、しっかりとね、配球を考えて変えながらね、やっていくのは個人的にですね、田口投手いいかなと思っております。配球、めっちゃ強いです。でね、田口投手ですね、まあ、体力あんまないです、正直言って。あんまりないので、まあ、あんまりボール球をね、稼いだりとか、まあ、できなかったりとか、ちょっと打ち込まれたらですね、体力すぐになくなってしまうので、まあ、そこ注意しながら投げていくのがね、いいかなと思うので、まあ、しっかりね、そこをね、頭に入れながら投げれれば、まあ、全然問題ないんで、体力少なくても。まあ、今回とりあえず先発ですね。まあ、ピンチになっても全然 OK っていう、タイピンチ持ってるんでというね、そういうメンタルで強気のピッチングしていくのが、個人的に先発で使う場合はいいかなと思いますけども、まあ、どちらかというと抑えの中継ぎでですね、使うのを個人的にはお勧めしたいと思います。まあ、強くはあるんですけど、やっぱ体力がないというのが、まあ、ちょっと懸念材料ではあるので、まあ、こんな感じでストライク攻めするとこういう感じで打ち込まれる可能性も高いので、ちょっとボール球いきます。これここはい、ベスピなんかベスピも出しやすい。はい、強いショート、強すぎじゃん。はい、ということでバッティングいきましょう。相手の先発ピッチャー柳投手ということで、1番高橋由伸、アーティスト合格、チャンスの得能出なくてもこの能力はエグいです。ホームランかわします。チェンジアップね、2種、あ、ボール球だけども、ファール、ボール球だけどめっちゃ2種、チェンジアップ持ちです。柳投手、いや、見たー、いい選球眼しとる、ストレートだ。はい、見えてる、ストレート甘いとこ来たらかますけど、基本チェンジアップ待ち、進化待ち、これね、これ曲がんない、進化の場合は曲がる、チェンジアップの場合は曲がってきます。スリーボール狙います、ストレートあります。いや、ボール球だったわ今、ストレート来たのに。まあしゃあない、まあしゃあない、フォアボールいらないんで、使ってみたところでフォアボールいらないんで、2打席目回せないか、高校だから厳しいんですけど、まあまあ打ち込んでいきたいと思います。で、大谷選手同時打席決まりましたね。まあ予想通りっちゃ予想通り、大谷さん来年から見たいですね、頑張って。はい、来年もね、活躍を期待しています。来年もホームラン王を取ってね、2年連続ホームラン王とかね、まあ、今回ね、ピッチング来年から多分しないと思うんで、まあ、能力的にね、能力的にというか、成績的にね、ピッチャー負担ないっていうところで、打率、打点、ホームラン、三冠とか取ってきたらめちゃくちゃ嬉しいです。そう、期待してます、本当に。さあ、バッター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 はい、オーダーでも最強選手、マジで。はいはい、バッチ、あ、これダメか、はい、ナイスバッティング。岡本選手もエグ、マジで右の岡本、左の、はい、フル巻き、マーク選手、この前の動画で打てなかったんで、今日こそデスター決める。はい、ということで、よろしくお願いいたします。2試合目のやっていきたいと思います。まあ、1試合目、高橋由伸選手ね、
まあ残念ながら1打席しか回らずボール球打って、まあ、アウトということで、まあ、2試合目はしっかりね打っていきたいと思いますし、まあ、今回先発ピッチャーショーフェイ・オータニということで、まあ、ドジャースに移籍しました大谷選手しっかりね、投球、抑えていきたいなと思います。もしかしたら飛んでるかもしれませんけれども、まあ、飛ばさずにしっかり抑えていきたいなと思います。いきましょう。で相手の先発ピッチャーダルビッシュ有投手ということで、ダルビッシュ対大谷というね、まあ、最強の戦い、この一戦は負けられないということで、大谷選手使いとしてしっかりとね抑えていきたいなと思います。ゴーゴーナイスピッチ近い。あ、甘い。オーケー。ちょっと待ってもね、球ないで余裕です。めちゃくちゃ強いです。鬼強大谷翔平。やっぱね、気温はツーシームストレート、ランク戦は気温はツーシームストレートでいいと思います。大会になるとスラカットをねメインで使ってるのは個人的にいいかなと思うので、スラカットフォークですかね。まあね、ランク戦を押していきます。速球でここベスピー、これめっちゃいいボール、これ反応できないです。このポジション、このポジションでこのところ、ここにストレートスライダー、これ甘いか、ちょっとおーいびっちゃびちゃ。まあ、今のところにボール球で OK です。ツーシームボール球、これ低めボール球で OK。 見逃しましたー。はい、ということでバッティングいきましょう。相手先発ダルビッシュ有投手ですね。1番高橋由伸ということでいきましょう。はい、広角打法伸びいいですね。いくよ。このステータスでもね、アーティストなら飛ぶんで、マジでツーシーム待ってきます。うわ、ナイスボールだ。ボールかい、誰かと思って今、しまいます。うん、なるほど。どうですか、どうですか、どうですか、どうですか。メガー高橋さん、これが高橋さん。特能でなくてもチャンスとかアーティストでなくても、この打ちやすさエグい、最強ライト、マジで。2番ギター行きましょう。さあ、2球目は何か。あ、マジ、まあ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 、オッケー。ストライクが入りません。いや、まあ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 、何で来るか。オッケー、これも超えていかない。うわ、怖っ。大谷対大谷、これは怖すぎる。バッターボックスに、オッケー、行きましょう。ベスピ、大谷対大谷しっかり抑えて、そしてこの試合勝っていきたいと思います。ここはベスピ、マジピッチャー対バッター、これ熱い戦い取れるっしょ。はい、ナイスです。ピッチャー大谷の勝利、ピッチャー大谷の勝利でございます。ナイス。まずは先頭バッターを打ち取っています。ます。あ、やばい。それはうまい。ここ裏なんで抑えりゃ OK。 セカン、あーまあまあ、いやー、ナイスバッティング、うまいわ。ナイスボール勝負。はい、ということで、まあ、2点取られましたということで、まあ、この回ね、西川龍馬選手からスタートということで、まあまあまあ、高橋由伸選手には回らない可能性高いんですけども、しっかり逆転してね、勝っていきたいなと思います。いきましょう。池山ボール球打っちゃいかんよ。ツーシームストレートで OK。 そこは変わらずツーシームストレート。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ストレートわずかに外れてボール、追ってほしいんだけども落ちないよね。あざっか。これで3アウト。最後、はい、ということでここからですね、バッティングの目をお届けしていきたいと思います。相手ピッチャーロドリゲス投手ということで、もういつのロドリゲス投手か全然わかりませんし、球種も全然わからないということで、広角打法出ております。ちょっと見ましょう。球種ムービングね、ムービングは変わらず、でも変化のマイナス1なんで全然曲がらないストレートだと思っております。集中、オーケーオーケー、スライダー、そしてムービング来た瞬間かまします。広角打法出てます。これが3球目。ケイ、ナックルカーブ、フォアボールはマジでいらない。ナックルカーブじゃねえや。いや、いらんって、お前、フォアボールは。フォアボールはいらんって、マジで。はい、ということで、続いての打席いきたいと思います。高橋由伸、相手のピッチャー、藤浪投手ということで、ストレート辻もあります。思いっきりカットします。勝ち飛ばしたいと思います。変化量マイナス1はほぼ曲がらないと言ってもいい。いらいらいら、こんなんもいら、もう曲がらない、全然曲がらない、甘いとこ来るんで一発かもします。いや、いや、オッケー。フォアボールマジいらんよ。2打席連続とかいらんよ。なるほど、そうですか。オッケー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 。アーチしたね、集中、ツーシームすると外はしっかり流す。いや、いや、ファーストいくよ、お前。ファーストファインプレーすな。バースをファインプレーすな、お前、おい。はい、ということで、こちらの試合にしていきたいと思います。先発ピッチャー石川歩としてですね、しっかり打っていきたいと思います。2周進化いいね、アーチ合格。まあ、今回ちょっとチャンスの得のを見せられないと思うんですけども、まあまあまあ、今後の動画でもですね、使っていきますので、ぜひとも注目しててくださいということで。うわ、初球シュートね。まあ、進化あってきます。集中、ここからストレート気をつけて。
シオーナのライトで使っていきたいと思いますので、ぜひともですね今後見えますので皆さんも使ってみてくださいということで、マジ最強です。ということで最後までご視聴いただき、私とチャレンジと高評価よろしくお願いします。ところに決まってますよね。はい、変化球が決まって、これは入るでしょうね。